パンブーさん、やっと終わった。全然勝てる気がしないわ。さん、ピエロ、ええ仕事したの。今日も2万2000円だぞ。全く勝てる気がしないんだけど。もうこれからお前らのアイテムがもらえなかったらもうパチンコしてやらないからな。花火くれよ、花火。ちょっと金持ちのリスナー探してきて。金持ちのなんかリスナーおらんの、どっかに。もうちょっと、パチンコいらん。もうやってられないよ。あー、どっかに花火くれるやついないかな。毎日30万円分でいいんだよ、花火。ねえ、大花火を毎日ね、僕に300発くれたらそれでいいわけですよ。わかります？ねえ。パンブーさん、ティーンティーン配信に切り替えだの。もう配信もしないからな、もう言うとくけど。もうこれから5スロとか1パチの配信したろか、ほんま。思んないわ。もう全く勝てる気がしない。明日、明後日はもう3連休だからパチンコもしないし、ほらもうみんなめっちゃ負けてる顔してるもん。もう駐車場もガラガラだし、この時間で、この時間で結構駐車場ガラガラってことは今日出てないってことやぞ、これ。3連休の初日から出てないってやばくないか、これ。失敗したわ。今日1000円21回転でビッグ揃ったのに、それでも負けれるっていうすごさ。もうどんだけ引き弱いの俺。ダメだろこれ、やばいわ。もうよいしょ。1000円で揃ったのに負けたんだけど。だからある意味すっごい引きが強くて1000円でビッグ引けたのにね、クソ設定すぎて負けたってことですよ。わかります？バンブーさん、設定2だの。間違いないわ、今日はオール設定にいいよ、ここも。地元のパチンコ屋も、もうダメだ、もう行くパチンコ屋ねえわ。もうちょっと金持ちのリスナー探そうぜ。どうやったら金持ちのリスナー捕まえれんの。くそ、金持ちのリスナーってどうやって捕まえれんのやろな。谷町みたいなやつってどうやって捕まえてんの、みんな。みんなおるじゃん、おるでしょ。一人二人は囲いがほんまもんの。僕いない。大阪北大さん、あなた、私がいるじゃない。あなたビタ一ももらってくれてないじゃないよ。あなた花火どころか、あなた風船すら投げれないでしょ。あなたねえ、バーガーの一個でも飛ばしてごらんなさいよ。ねえ、ちょっと、あ、でも今宝箱とかね、まあ、大花火、宝箱、招き猫があるこのご時世にですよ、あなた。囲い、あなた何一つ投げてないじゃないの。びっくりするわ、もう。ああ、どっかにいないかな。パンブーさん、窓から開けて。小坂北大さん、アイテム投げるだけが囲いじゃないわ。いや、アイテム投げるだけが囲いですよ、こんなクソサイト。こんなふわっちなんてクソサイトね。アイテム次第です、アイテム次第。
アイテムだけですよ。小坂北大さん気持ちが大事よ。気持ちではね、あの飯食えないからね。パンブーさん風船をプレゼントしました。これ風船で喜ぶからあかんねやろな。だからみんな風船止まりになってまうんだろう、君たち。もうこれから風船で喜んであげないからな。あ、風船ですよみたいな。もう徹底していったろうか、その辺。バンブーさん窓開けて。窓開けるの？窓開けたところでよ。別にここのパチンコの駐車場誰もいないから窓開けたところでですよ。だったら窓全開にしますけど。はい、今なら後部座席まで窓開いてますけど。バンブーさんバーガーをプレゼントしました。マジですか？バーガーさーい！やばい！お前がうちはバーガーでそんな扱いかよ、うん、やっぱその辺をね徹底していかないとダメよね、うん、バーガーもらって喜んでる場合じゃないわこれ。小坂北大さんあなた100万1点買い止めたの。いやパンブーさん窓閉めて。あ、もう閉めんのかいな。閉めんのかいな。閉めんのかいな、うん、ちょっとムッとするからな外まだ。あ、100万円一点買いしてあげるから200万円分のアイテムをくださいよ。ねえ、嫁になんて言うのよ。今日も2万2000円負けたって。もうバンブーさん終わり。この4日でね、何本負けたと思ってんの。え、2万9000円負けて、1万5000円負けて、4万4000円でしょ。で昨日が2万500円負けてるから6万4500円負けて、今日2万2000円、8万6500円も負けてんのよ。8万6500円も8万6500円よ。もう財布なんか8万円しかないわ。20万円ぐらいあったのに、もう8万円しかないわ。なあ。小坂北大さん、当然200万円分は投げるわよ。え？当然200万円分は投げる。あ、ほんまに？いや、100万円分くれたら別にその100万円で一点買いしてもいいよ、全然。だってアイテムも飛ばないのにさ、なんかもうやるだけ無駄なんだもん。こんな枠ね。他の配信者見てごらんなさい。みんなね、みんなからもらったアイテムでね、生活までして、それを元手になんか、FX でぶっこいたりね。小坂北大さん、それなら私が自分で買うわよ。競馬したり、競輪したり、競艇したりしてね。ね、生活費プラスその分のお小遣いまであげてんのよ。ね、それぐらいのね、谷町を探さないとダメよね。どこにおんねやろな、谷町。谷町6丁目におんのかな。あー、金欲しい。金くれ。金。あー、どこにいねえかな、アイテムくれるやつ。アイテムくれる金持ちリスナーってどこにおんねやろ。あー、まあ、閲覧とかいらないからさ、アイテムをくれるね、あれですよ、小坂北大さん、あなた、ジョロウヤはうまくいってるの？何も言ってないよ、うまく。何もかもうまくいってないわ。もう広告代もないから、もう店畳むわ、もう。あー、もうわからないかな。お金くれないかな、お金。小坂北大さん、部屋余ってないかしら？部屋余ってないかしら。部屋なんかいくらでも余ってるよ。小坂北大さん、じゃあ一ついただけないかしら。なんで上げなあかんのよ。おかしいでしょ。
あーレイカみたいな子が5人ぐらい来ないかな。もうそしたらもう配信もやめて、もうそのお姉ちゃんのために登坂北大さんケチねケチね、あなたたちずっとタダで見てるじゃないね、口ばっかりでね。お金ください、お金、お金ね、あのアイテムをよ、アイテムをね、100万円分ぐらいくれる、一晩で30万円アイテムをくれるね、あのなんていうの、あのかっこいいリスナーがね、僕も欲しいな。ああどっかにいないか、一人でいいんだよそんな人はね。あみんながみんながね、あのひしごいて我慢して頑張ってね、あの無理してアイテム投げる必要ないからね、どっかのお金持ちさんがポロッとね、あの僕にねお金をくれたらそれで済むわけですよ。わかります？どっかにいないかな、どっかによ。小坂北大さん、誰が40の50のおじさんにお金あげるの？知らないわよ。30超えてもお金もらってる人いてるんだから、別に40でも50でもくれたっていいじゃないのよ。はあ、どっかにいねえかな。今日こそは本当にあのパチンコ来るんじゃなかったわ、うん、こんなダラダラ打って2万2000円も負けるとかもありえへんしね。であれでしょ、君たちはあの全然あの集めてくれないでしょ。ちょっと金持ちのリスナー探してきてよ、金持ちのリスナーさんをよ。ないかな。小坂北大さん、たくさんお金投げてるのはリスナーなんかじゃないわ。もしリスナーじゃなくても別にいいんですよ、もらえたら。なんだってあんなの運営でも何でもいいわ、別にくれるんだったらお金。はあ、小坂北大さんだってあなた人を集められないじゃん。